今回は正規取扱店3社の取り入れてるインナービューティーとプロラボ商品の取り扱いについて取材させていただきました。こんにちは、プロラボホールディングスの営業のなるみです。本日はブルームホールディングス様の東京オフィスにやってきました。それでは行きましょう。こんにちは、おはようございます。おはようございます。本日よろしくお願いいたします。お願いします、こちらが、ブルームホールディングス様の、奈良代表になります。よろしくお願いします。お願いします。株式会社ブルームホールディングス様、東日本を中心に脱毛サロン15店舗、エステサロン3店舗を運営されています。奈良社長は普段なんかインナービューティーとか、なんかそういう健康に対して何か取り入れてることとかってございますか？今はもう朝ファスを毎日やってすごく調子がいいので、はい、朝ファスしてるところをお見せしますでも来ました。ありがとうございます。どのぐらい続けてくださってますか？いや、でも半年ぐらいですね。はいはいはい、いつも、はい、40行くんですね。あ、40行くんですね、さすがでございます。あ、こんな感じでいつも作ってくださってるんですね、うん、社長が飲んでますよなんか朝ファスして体感とかってございましたか？結構まあ会食とか増えても、はい、体重はやっぱ変わらない。午前中の仕事がすごく集中力を持ってできるようになりましたね。朝酵素で社長の仕事がはかどるとはもう、そのすごいでかいです、ね。そうですよね、うわ嬉しいですね。奈良社長の取り入れてるインナービューティーとは朝ファスでした。朝ファスで仕事がはかどる奈良社長でした。続いて向かったのは美容サロン様。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お時間いただきましてありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ケンチグループさん の, フラスカ平塚店さんの一番プロラボのご販売注力していただいている、はい、矢部マリアさんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。株式会社ケンジ様、神奈川県を中心に美容室を全国で121店舗を運営、プロラボアワード2020にてヘアサロン部門第1位を獲得。普段こう使われているプロラボ商品だったりとか、はい、どんな感じに愛用されているかって教えていただいてもよろしいですか？ルーティーンとしては月に1回必ずファスティングはしてます。プロボーターが私は大好きで、お店に来るときに必ず2本酵素ドリンクを入れてくるときもあれば、塩素とビタミン C、 だいたい2本違うものを持ってきてます。もう多分私の体はプロウォーターでできてますし、健康診断で全部 A になったっていうのが、細胞が綺麗になっちゃったんだなっていうのは、コレステロール値とかも C とかだったんですね。先生に何したのって言われて、ファスティングで健康診断オール A になったマリアさんでした。そして最後は治療院様こんにちは、はい、どうからよろしくお願いします。よろしくお願いします。高安純正院の木田代表と、受付でありカウンセリングをされている由美ちゃんさんです。よろしくお願いします。高安純正院様、産後骨盤矯正に定評があり、プロラボアワード2020でハーブ財務部門第1位を獲得。2020年度のプロラボアワードでハーブ財務を全国のお店の中で一番販売していただいているということで表彰させていただきましたが、僕らは先生はカウンセリングはしない、ゆみちゃんに全振りしてゆみちゃんが一人で1位やばいっすね。やばいっすよね。販売の仕方として、みんなで目指せマイナス500キロ、朝酵素祭り同時開催中、年末ジャンボ宝くじとか実際これマイナス500キロっていうのは、ここに来ている患者さんだけでの総合計がマイナス500キロも到達したっていうことで、来ました。面白いですよね、こんな取り組みしてるところ全国的にも見たことないですね僕は定期的なファスティングと朝酵素です。でも風邪ひく人やったんですけど、風邪をほんまに全くいかなくなったのと、まあ、ファスティング中はやっぱり脳の脂肪が落ちると、まあ、聞いたことあるんですけど、キレキレになりますね。バリバリ仕事できるって感じです。私は毎月ファスティングしました。私普段めっちゃお酒飲むんで、それのもう本当もうリセットっていう感じですっきりします。ファスティングでキレキレすっきりのお二人でした。皆様、毎日しっかりインナービューティーをされていました。続いてはプロラボ商品を
どんな風に取り扱っているのでしょうか。お願いします。お願いします。すごい並べてくださってありがとうございます。とんでもないです。御社で一番人気のプロラボ商品って誰になりますか。はい、一番人気なのはハーブザイムがやっぱり一番人気ですね。ありがとうございます。はい、でその中でもオラックス、オラックスが一番人気です。味的にもスタッフからも一番人気なんですね。私もちなみにオラックスが一番好きです。私もです。美と健康を皆さんに提供するっていうこの健康っていうところは、うん、あのプロラボさんで健康寿命を、はい、あの伸ばすっていうところに感銘を受けまして、うん、こんなに腸って生きていく上で大事なんだっていうことに気がついたんですね。みんなでファスティングをしてみようって言って会社全体でやった時がありまして、はいはい、そしたらびっくりするぐらい効果があったんですね。私自身10年間ぐらい悩んでた花粉症が治った、はい、よかった。はい、効果実感っていうのがたくさんできたので、最近コロナでどうですかっていうことをヒアリングですね、お伺いさせていただいて、16時間空けることってすごい腸を休ませることで自律神経もあの整っていくんだよっていうことをまず教えてあげてますね。朝ファスをやっただけで体がすっきりしました。体重がなぜか増えなくなりました。爪がすごくしっかりした気がします。アレルギーが治っていく、実際に体感していただいております。使ってくださったお客様が結果を出してくださるんですね。当社との信頼関係も生まれるってことなので、私たちもプロラボさんに常に感謝をしながらあの現場でやらせていただいております。ありがとうございます。腸活で花粉症も治ってしまった永山さんでした。一方、ケンジグループさんではこんな取り組みをしていました。会社の中でインナービューティーチームっていうのを立ち上げたんですね。お客様にファスティングって何って聞かれた時に、これですよって簡単に勧められるようなちょっとパウチを作らせてもらったんで、あとこっちもちょっとこう、はい、ファスティングとダイエットの違いみたいな、うん、私小さい頃からもう本当にひどい便秘だったんですよ。本当に悩みだったんですけど、今は全く悩んでないです。この間の取材の時もそうだったんですけど、はい、本気で絶対やった方がいいよって熱意がすごいなって。本当にそう思うんです。ファスティングやらないと人生損するって思ってるんでエッグルラボさんのことを知らないとかファスティング知らないとかっていうのはすごい人生損してると思います。絶対してると思います。ファスティングで人生得したマリアさんでした。そしてナンバーワンカウンセラーのユミちゃんさんは、延べどのぐらいの人数カウンセリングされたりするんですか。300人。一人で300人なんかってすごくないですか。普通にそのカウンセリング術とは一体。それはプロラボさんのセミナーでちょっと覚えました。ピンちゃんのすごいところは自分の中でブラッシュアップしていて、で今完成したのがバランタイムで、それをカウンセリングしたらもうほぼ 100% っていいんちゃうかなって思うんですよ。これすごいですね。カウンセリングルーム入って出てきたらもう髪袋にこぼれてますハブ全部パパにした両方しっかり笑い声がだからずっとカウンセリングルームから聞こえてくるから、まあ、めちゃくちゃ楽しいカウンセリングとは間違いないです。カウンセリングの秘訣をお聞きしました。でもやっぱり簡単に喋るっていうことはポイントとして、もう小学生でも分かるレベルで簡単に飽きられずに楽しく喋ってるのがもうポイントです。もともと私も知識ゼロの状態から勉強させてもらったんですけど、やっぱりこう他の酵素ドリンクとかと比べてもハーブダイムに勝つ酵素ドリンクは見たことがないんで、もう入ってるものがもう神ですね。もうハーブダイム神。今日は長いお時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。最高でした。ありがとうございました。ユミちゃんさんのカウンセリングも神でした。今回はプロラボ正規取扱店様のインナービューティーとプロラボ商品の取り扱いについて密着させていただきました。これからも末永くプロラボ商品の取り扱いをよろしくお願いいたします。